はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語動詞の活用丸1をお送りします。で、前回ね、動詞っていうタイトルでシリーズやったんで、こっから動詞の活用やっていきます。で、今回ね、どこに問題があるんだっていう感じがするんですけど、今回はこれね、活用って6種類あるんだよ。こう6種類のって書いてありますけど、それがほにゃらら系っていう名前があるのね。で、そこ埋めるだけです、問題としては。だから埋める人の子ね、ぜひそれやったの動画止めて埋めてみてください。で、今回その埋めれない子、ちょっとほにゃらら系がわからないっていうことか、あとはほにゃらら系の名前を知ってるんだけど、ちょっとその具体的内容が自信がないなんていう子はね、今から説明していくんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、その1番のほにゃらら系からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、動詞の活用はね、まあ苦戦する子が多いし、テストでもよく出される、すごく大事なとこなんですけど、まあそれの基礎からいきます、まずね。で、今回はさっきも言ったように、6種類の動詞の活用です。で、活用復習しておきます。で、活用って何かっていうと、例えば、話すっていうからね、話すっていう言葉があります。もちろんこういう感じで、話すととか、例えば、友達と話すなんていう感じで、話すって言葉使うでしょ。でも、もしだよ。話すっていう言葉にひらがなのうをくっつけるとします。ここにその時に話すって言わないよね。で、どう変わるかっていうと、話そうって言うじゃんか、もしうをくっつけるなら。これはもともと話すっていう言葉なんだけど、くっつくものによって話そに変わってる。この形が変わることを活用があるって言います。まずね。で、その動詞に関しては活用の種類が6種類なんです。で、それぞれにほにゃらら系って名前がくっついてる。で、これは絶対に覚えます、系の名前はね。で、まず1個目の系はまだ怒っていないことを言いたいとき。で、これ何系かっていうと、これで未然系と言います。で、未然っていう言葉がまだ怒ってないっていう意味なんです。だから未然系はまだ怒っていないこと。で、例えばですけど、落ちない、話そう、捨てよう、生かせる、求められると、こんな感じで書きました。で、基本的にはまだ起こってないことだよなってもう覚えてほしい。ただそれだけで覚えてしまうと結構こっち側と混ざります。なので、できれば後ろにくっつくものを覚えてしまうと判断しやすいです。例えば未然形はもう有名なのはないとうです。落ちるっていう言葉にないをくっつけたから落ちないなんだよね。いい、ないがくっつくと未然なんです、この落ちって部分が。で、うをくっつけると未然になります。あと、ようもそうです。で、余裕があればせる、これ書いてないけどせる、させるとかで、れる、られる、この辺も未然になります。一応書いとこうか。せるとかさせるで、れる、これられるがあるから、あとれるか、この辺も未然のアイテムとして覚えておいてください。だからまだ怒ってないこと、落ちないとか、行かせるもまだ行ってないんだよ。行かせてないから。まだこれから起こることなんだけど、まだ怒ってないっていう内容とともに、後ろにくっつくものをぜひ覚えてください。よし、じゃあ次と色交互に行こうかね。で、次です。で、次はね、特に説明はありません。帰りたい、受けた、落ちておきますと。これも後ろにくっついてるもので覚えてもらいたいんですが、まず名前から。で、ここは、連用形です。いい、連用形。で、連用形に関しては、これは俺が勝手に言ってるだけなんで、学校とかで使っちゃダメだよ。笑われるかもしれないから。で、何を使ってるかっていうと、ある言葉をよく使ってて、俺。連用は、鯛立てますっていうね。鯛って魚の鯛ね。もちろん漢字覚えなくていいよ、別に。鯛を立てるんです、ポーンって。魚の鯛をイメージしてください。で、なんで連用形タイ立てますかっていうと、これね、タイでしょ、タでしょ、テでしょ、マスでしょ、これが後ろにくっつくと連用なんです、基本的に。だから帰りたい、受けた、落ちて、起きますなんです。他もあるよ、他もあるけどね、けどひとまず連用形はタイ立てますって覚えておくと意外といける。これでいいかなって感じで覚えておいてください。ここは特に説明なしで後ろにつくもので判断しましょう。で、次3番目です。次は、言い切りって書いてあるね。で、言い切りの形は、終わるに止めるで、終止形と言います。
終止形、これ言い切りです。で、一番有名なのはもう文の最後で終わるパターン。例えば友達と話す丸みたいな、で話すって終わってるでしょ、言い切ってる、これが終止形です。一番有名な使い方。でもそれの他にも、あとはととか行くからのからけれどと、この辺がくっついても終止形になります。いいかな、これも後ろにくっつくもので、ぜひ覚えておくといいです。で、4つ目、次は体言に続くと。で、これはね、すごくわかりやすくて、体言って言ってるから、今度は連体形になります。で、それ書いてある通り体言に続くんですね。で、例えば行く人って、これ人が体言です。だから人っていうのに行くがかかってる、こうやって続いてるでしょ。だからこの行くっていうのが連体形になります。これが一番有名です、連体形は。で、他にので、のに、のはと、まあ、のがくっつく感じだね。ので、のに、のは、この辺が来ても体言、連体形になる。ごめん、体言じゃないね、連体形になります。泣くのでとか、勉強するのにとか、着るのはと、この辺がくっついても連体形になります。で、次です。次は仮にそうしておくと。で、これ先に名前書いちゃうね。で、これ仮にのかって字を使って、あと定めるだね。これで仮定形と言います。で、仮定形はもう一言、ばです。ば、見れば、行けばとか、すればとか、その辺のば、これが仮定形で、仮にそうしておくって何かっていうと、もしもの話です。もしも何とかを見ればみたいな、そういう時が仮定形なので、一番最初の未然形でまだ起こってないって覚えちゃうと、なんでまずいかっていうと、たまにね、この辺が引っかかる。もしこれ見ればって、まだ見てないでしょ、あ、まだしてないじゃん、じゃあ未然形っていう風に言ってしまう子が出てくるので、なので未然形に関してはまだ起こってないというキーワードとともに、このね、ない、う、ようとか、せる、させる、れる、られると、あの辺を覚えておくといいです。で、仮定形はばね。で、ラストね、特に説明ありません。話せ、見ろ、見よ、しろ、せよって、うるさいみたいな感じするけどね。で、これ命令してるので、そのまま命令形です。いい、命令形で、命令形に関しては特に出てくるのはろとよです。見ろとか、見よとか、まあ、しろ、せよもそうだね、まあ、話せとか、これはまたね、ろとよは関係ないですけど、とにかく命令する言い方、これが命令形になります。いいかな。で、お願いがあってですね、ぜひこのなんとか系、名前覚えてほしいんですけど、必ず順番で覚えます。未然、連用、終止、連体、仮定、命令です。これ順番崩さないでください。いいね、未然、連用、終止、連体、仮定、命令で、それぞれの、まあ、キーワード、後ろにくっつくものとかをね、一緒に覚えてもらえたらと思います。では今回は中学校国語動詞の活用丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸2でもっと詳しい内容やってきます、活用のね。なので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。